おはようございます。今現在朝の6時シアトルの空港にいます。これからですね、5泊6日で自分が生まれ育ったアラスカにちょっと行ってきます。久々に飛行機を使った移動です。すごい楽しいです。知らん登場しました。嫁初アラスカ。はい、今アンカレッジの空港無事着きました。ここはバッゲージクレームです。ここでうちらより一つ後の便で来る夫とお母と待ち合わせます。いやー、なんか自分の生まれ育ったところに旅行で来るのってなんかすごい不思議な感じがします。もう自分はシアトルに住んで10年目なんですけど、今年で。その前はもうずっと生まれ育ちはここアラスカのアンカレッジで、多分計20数年住んだかな。なんでシアトルの生活よりここアラスカのアンカレッジでの生活の方がはるかに長いんですよね。で、自分がシアトルで住んでる間にうちの親も定年退職して、でシアトルに引っ越してきたんで、もうこっちにね家族とかいないんであんまり来る理由がなかったんですけど、今回すごい久しぶりに、多分7年ぶりぐらいに来て、でしかも今回嫁を連れてこれたんで、いろいろと見せられるのが楽しみです。無事に両親と合流できて、今レンタカーの手続き待ちです。無事にレンタカー借りれました嫁のための観光所巡り、空港近くの見晴らし台です。この遠くの方にアンカレッジのダウンタウンが見えます。キーナイ半島に行く前にまずは腹ごしらえです。アンカレッジの人気ピザ店ムースストゥースでピザを食べます。アペタイザーのモッツァレラブレッドスティックが来ましたけど、どえらい量です今ピザ出てきました。ハーフ&ハーフにして半分ずつ別の味です。それをミディアム2枚頼んだんですけど、なかなかの大きさなんで多分お持ち帰りになると思います。いただきます。今お昼食べ終わって、キーナイ半島に向かうための高速に乗りました。これから2時間半ぐらいかの旅です。車のと休憩
高速の右側が入江で、左側が絶壁になってます。あそこの上の方にドールシープってて、なんだろう、山ヤギみたいのがいるけど、ちょっとこのカメラだと見えませんね。高速を降りて休憩所です。景色がすごい綺麗。日曜日だから釣り場から帰ってくるの。すごいね。キーナイリバー。ちょっと見えにくい。着きました。これが夫島の土地でございます。そしてこれが夫島の別荘のトレーラー顕微鏡式キャンパーでございます。夫島とお母は今日からここに寝泊まりします。うちらはちょっとまだ道を行ったところにある町の院に泊まる予定です。今ドアを開けたんですが、すごいこもった匂いがバッて出てきました。待って、外を開けないと。今夫が窓を開けております。外はこんな感じです。中は今ちょっと散らかってて公開 NG です。この土地のすぐ近くに流れてる川です。ちょっと様子見に来ましたけど、2人ほど釣ってますね。釣れてる様子はないかな。どうだろう。釣れてなさそうだね今日は。いやー気持ちいいね。うちの両親はあの釣り場近くの土地でキャンプするんですけど、俺と嫁はこんな感じのモーテルに泊まります。電子レンジ、冷蔵庫、テレビ付きでなかなか広くていいお部屋でございます。
風呂場はこんな感じ。嫁がスーパーで地元の缶ビールを買ってきました。なんて書いてあるの？パン、oh, パーティーピーラーミッドナイトサンブルーイングカンパニー。おお、これを飲んで今夜の夜はパーティーするそうです。2人でシェイクしちゃダメだよ。自分が泊まってるモーテルの近くに川が流れてて、そこが結構釣れるみたいなんで、俺はちょっと散歩がてらそこを見に向かってます。もうすぐそこです。はい、今橋の上に着きました。なんか川辺の処理台で釣れた鮭を処理してる人たちがいます。いいね、釣れたんだね。で、もっと上流の方ではみんな頑張って釣ってますね。明日からうちらも釣り三昧です。今日は早めに寝て明日から頑張ります。ではでは、今日はこの辺で。またねー。